まあ、群馬の方も構えたところから前からどんどんプレッシングいきますから、はい、まあ、そこをどういうふうに回避しながら松本が前進するかだと思いますね。田中早いボールと大前、技術はあります。大前元気、少し斜めに入れて、うん、収めて早いボール、そしてダイレクトと、うん、2列目の米原だったり前がプレッシング行った時の背中狙おうとしてるんですよね。ははは、まだそこまでは行ってないですけど、はい、ここはセルジーニョ触って、うん、さあ右に展開しました。ここ村田がいて中使ってワンタッチ出した塚川、右からのクロス、逆サイドもいますがキーパー松原抑えました。だ松本の方も、はい、やっぱ構える時とやっぱ攻撃流していきます。一つ追い越してきた船津はクロス選択で、これもセカンドボールは取れます。若見、おお、また抜き突破、マイナス戻した、内田達也、わずかに左でした。惜しかったですね、まあ、1対1になったら勝負すると、はい、でマイナス大前うまく残して最後は内田と、うん、あそこも見たいですね、しっかりね。ここはセルジーの速いボール入ってきた、坂野が、あっと旗が上がりました、オーサイド。いや、いいんじゃないですかね、はい、だやっぱり坂野の動き出し早いですから、うんうん、あそこの背後狙ってますから、まあ、本当ギリギリだと思いますよ、はい、そこにボールもしっかり入って、うん、ボールを引き出すことはできますけど、はい、ここ坂野、左に流せてダイレクトの強烈、うん、あすごくシンプルなプレーですけど、はい、このボールに対してしっかりこう中身が、さあ佐藤からここを前向きに変わった、上がっていって仕掛けて杉本のふんわり浮かせたクロス、ヘディング、正面、いいところにいました坂野豊文です。鈴木優斗前に行く、直線的に入れて坂野戻してきた、ボールマイナスのボールと右足、よく触りました松原。今のもこう坂野の背後ですよね、はい、だそれによって、まあ、次跳ねたところのセカンドボールをうまく反応して、まあ、セルジーニョシュートまでと、最後は浦田ですかね、そこの深いところに行って、うん、ラスト、ほっとちょっと足つぶってしまった、宮坂のクロスの中だ、中で今待っていました林良平、なんとかディフェンスに触った、もう一回やります、速いボールが入ってきた、林、ニアサイド鋭いヘディングシュートでした。合いましたね、合いましたね、まあ、あの丁寧なプレーとよく言いますけど、本当にこの一番きつい時間帯だからこそなおさら一番大事なんですね。いや、そうですね、まあ、そこに差が出るわけですから、はい、ここはカットしました、大前です、さ丁寧出した右フリーだ、一つ剥がした、左足のシュート、ー先制岩上、見事なシュートでした、ザストクの先制、この時間帯です。まあ、このボールをカットしてヘディングで弾いて大前がいいところで受けてよく見てましたよね。で一つ剥がして最後は狙いすまして左足、うん、うまくシュートまで行きましたね。足の裏使って剥がして左のインサイドで少し巻きながら、うん、岩上フルス、この松本からの先制で、いやさあ目安の今4分台には入っています。もうこれは裏に入れていく、ここでの笛になりました、群馬が勝利を収めました。今シーズン3回目の連勝ということになります。